かわっちいですか。皆さんかわっちいですか。こんばんは。ん？四百の五七十五あるさ星野さん、お名前開けましておめ,おめでとうございます。星野のがののがね、乃木坂のの,の乃木坂ののです。で、ありがとうと。あっさんさん、忍者っぽいやつ十十 <laughs> ありがとう。今日もカイヤトこんばんは皆さんこんばんは。 ディセイサムハート松田さんも知ルケンありがとうすっごい寒そうなそんなわかる確かにここは寒そうやん、ね、なんかこうやってやったらさあったかそうだしこここうやってったらあ寒そうみたいな <laughs> 気温差が激しいですな部位によってスマートさんバラ10分ありがとうこんばんこんばんは,こんばんはもこもこさんですよ 押しまりない,いやーあのあ種類ありがとう模様が全然してない <laughs> あのいつも多分このカーテン見えないからさちょっとこっち側なんだよちょっとこっちなんだけどそういや何か <laughs> お母さんがあのお母さんがそう私の最近までやられててまだちょいちょい,ちょいまだなんかもうちょっとなんかもう一段階ね戻れたらいいなっていう感じのところに今いるんですけど喉がそう。 でなんか「いや加湿器ないの?」ってお母さんに言われてん「ないんだよね」って言って「もうだったら洗濯物をもうあの <laughs> 内側に干しといたらあの乾燥ちょっとは防げるけん送信震災って,ってここにかけてあるんでちょっと見せれません <laughs> 確かにと思って確かにその手があるわと思って、まあ、でもねなんかあの加湿器加湿器って言ってもなんかほんとあのちっちゃいちっちゃいやつねちっちゃいふーって出てくるやつを一応買ったんですよ買ったんでちょっともうあれなんですけど 一応買っったたなおりさんありがとう。でも、意外とめっちゃちっちゃくてびっくりした。もうちょっと大きいかと思ったんやけど。かたのないかた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 ありがとう。たか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 たいたか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 んかた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 シュかた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  もめさんありがとう。松田さんなんか流れ星ありがとうフェルナンドさん修理堅実ありがとう。眩しいいやそれな。あの照明がさなんかつかんくてさ照明ちょっとつけておらんです。そうなんかピッ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 ピピななんか光がチカチカチカ,チカってなってなんか壊れたのかな。慢性鼻炎さんこんばんはシモンですミートー。こんばんまりリそうそうなんです生誕祭そうなんですあのー。 改めて告知をちょっとさせていただくんですけれども。そりのにの、そうそうです。たくやさん、こんばん、こんばん、い試験さんありがとう。ありがとね。りーせりーさん、ペンライト、つねちゃんさん、ペンライト、個ありがとう。りーリりリーさん、ラブもありがとうね。こんばん、こんばんは。皆さん、こんばんは。ソファミの場所がおしゃれなんですよ。のど、そう、のがちょっとね、まだまだ治らんです、ちょっと。<laughs> 白の二つうんないよ簡単にこれだけだよんこんばんこんばんはねえほんにね小人を積んでたウルさん神十個ありがとねヨサワさんも神一個ありがとうそうなんすそうなんすそうすそうそう,そうかいつバケツ置きまくったシーにギターが割れるどういうことうん USB でそうそうそう アッサンさん15個紙ありがとうねグッドアッサム5個紙ありがとうそうなのよ長崎県民さんペンライトありがとうそ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 ううん手裏剣え手裏剣っぽくないなんかちょっと待ってあこうやったら分かるこんばんはグッドアッサム手裏剣熟個ありがとうトップティのおしさん紙熟個ありがと手入れしたさん本当分かったこんばんはガセクザひヒロインさんこんばんは はい、ということでですねちょっとねあのお知らせをしたいと思います皆さんね知っての通りイベント前の美容室あいいじゃん美容院はい「ディ,ディ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 ンボーン」ということで「星野真里奈の生誕祭ファンミーティング2024」が開催されますで MC にですねあの i g さんっていう方がいらっしゃるんです芸人さんなんですけどあの本当にねいろんな番組に出てらっしゃったり,だったりとかあの私の社長の あの知り合いか方 <laughs> ですねはいそうであのー、一緒にやってくださるイベントを盛り上げてくださりますえ,えあ2014で言っちゃった2024ですはい2024タイムスリップタイムスリップ逆の方にタイムスリップじゃはいんでえー、っとあ本当だやばそういうことか今言ったことは合ってたんだちょっと待ってうんミスミス はいえっと時間がですね11時からでもねこれちょっとね詳しいのをちょっとまだね決めれてないというかどういう感じになるんでしょうって感じなんですけれどもああのまあ、大体11時から14時の間会場が抑えられておりますのでちょっとこの時間のね割はちょっとあの、まあ、多分11時そう、ねまあ、11時から買い受付開始。 ぐらいかなと思われます。はい、すいませんね。本当にまあ、でもこんな感じのに日程とえっと場所がですね。オーシャンディッシュクオンというカットところになっています。ちょっとこれを飛ばしていただいて。で、オーシャンディッシュクオンってどこからあ,あるの？みたいな感じ。どこにあるの？って感じだと思うんです。けれどもこちらです。えー、よいしょよいしょ。 でねこの「オーシャンディッシュクオーン」ですねあのこんな感じで行けますよということでゆり,かもめゆりかもめ線というものがあってそれをですねえっ、ー、としししら,しらうらんちょっと待ってねうん芝浦ふ頭駅芝浦 <laughs> 読み仮名書いてあるのバレる芝 <laughs> 浦ふ頭駅というところがえっと最寄り。 となっております。で、そのんん、そうそうです。で、東口を出てですね、えー、首都高首都高沿いに北へ直進約500メ、えートル先右手側にえっ、ー、とパーク芝浦14階のところになっております。えー、jr からはですね。jr 多摩町駅の東口より徒歩15分。 のところにありますえー、シャトルバスもありますのでそちらの交通手段ちょっとねこちらで検討していただいてどれで行こうかなっていうので、えー、行って来てくださると嬉しいなと思いますはいここでですねまあ場所の紹介はしましたよと次は何ですかとはいえー、チケットチケットの料金でございますえー、このねチケット1枚えっとまあ、1枚になってしまうんですけどその中にですねえー、b b <laughs> ビュッフェ料理と、えー、飲み放題そしてツツーショットチキ1枚がついております、えー、すごいね内容的にはそのまあ、料理のだったりとかあと飲み放題に関してはアルコールもあるみたいなことを言ってらっしゃったのでソフトドリンクももちろんあるんですけどねそうお酒もあるらしいのでそこで少しまああの、うん、ね自分のキャパは皆さん絶対も知ってると思いますのでここまでなら全然平常心で見れるなとかあの。 まあ、ちょっとね気持ちを高,高くしようみたいな感じの、あのー、自分の飲める範囲、うん、一番いいところで止めていただけたらいいなと思います。はい、はい、でまあ内部あっちょっちょまあねその中身としてはこんな感じよミニライブ。 ミニライブとか特典会、トークなどで盛り上げていきたいと思います。ええー、そう、星のマリナの生誕祭はですね。生誕祭とかファンミーティングが、あの第一回となりますので。ええー、気になった方はぜひ来てください。お願いします。はい。一緒に kp で、けえ、そう、そう、そういうのもね、やりたいなと思ってるので。ぜひ私との kp をしてください。なんならね、別に14日から、その。 お酒飲まずにおいてそこで初乾杯でも全然ケ、OK、ーですけどねはいまあ、ルールルールはですねこちらです、えー、声援なんと、OK、になっておりますそしてプレゼントはですねちょっとあのあの持って帰ったりとかもあれなのでちょっとねその当日はちょっと無理になっちゃうんですけれども手紙は OK でございます是非私のね私へのラブレター書いてください。 あのプレゼントはです、ね、事務所宛にあに送ることができますのでそちらの方でよろしくお願いししますそしてイベント参加時のマスクは、えー、個人判断でお任せしておりますのでちょっとね自分の顔、まあ、見せてあのマリーナにあのめっちゃ嬉しい表情を見せるぞだったりとかいやでもねあのいつもマスクしてるしもうずっとつけときますっていう人は全然もう,もうどちらでもどちらでもよろしいのでよろしいので。 はいそこは個人判断でお願いします。っていう感じのイベントがありますので2月14日にありますので2024年のね2月17日にありますのでぜひぜひ来てください掲載くださると嬉しいです。えっ、ー、とねチケットの URL とかがまだちょっとあの多分できてないのかななのでちょっとまだお待ちに,になってしまうんですけれどもすいません本当にはいです。 ですかね本当にこの生誕祭は私が、あのー、私の誕生日が2月14日なんですよ。で2月10今年の2月14日でなん私二十、あのー、歳になりますのでそう本当にこのね二十歳という、あのー、素晴らしい <laughs> 素晴らしい時に生誕,祭生誕祭を開けることがすごく私は嬉しいなと思っております。そのね、20歳になった あのほやほやの私を見に来てくださるといいなって嬉しいなって思います。はい、であとはなんかあの何 X とか X インスタとかでまた更新情報とか更新していくので、えー、Instagram と X のフォローの方よろしくお願いします。うん そう節度を守って。記事はどかな。<laughs> ツーショット射メにならないんですか。あツーショット射門多分チェキになるかな。でもまだ中編うんそうね。なんかそうそうですね。それも。うん。なんかねとりあえずそのねあの特典会とかのあの詳細もまた。追って言いたいと思いますので。 こんばん、こんばん。プレゼント自慢いにありがとう。ラブレターです。うん。ペンライトうちはもうけ、OK、うん、オッケーでございます。ぜひあの楽しんでください。振って。こうやって、バババーン。<laughs> もう分からん。私の今語彙力が死んでと。ポンパンポン。<laughs> マイホイスさん。ペンライトありがとうね。 14日14時発送、配信できたらなと思ってます当日うんそうかなどうだろう、うん、だったらまあその14とかその17だから1415ぐらいにちょっと一口ぐらい飲んどってまあいけるなって思ったら乾杯とかああどれくらいえっとねー 装飾はね、えーっとね、どのくらいまあ、うん、お持ち帰りできるぐらいかな、そうかな。きますよ。ありがとうごねちゃんさん。何人何名ぐらいの予定ですか。なんか一応全然会場自体はもういくらでもいくらでもって言ったらあれですけど、本当に入るところなので人数はそうね。 これからちょっと、まあ、どんどんぐらい来るっていうのは本当にちょっとわからないのでそう道すぎてはじめましてすぎてなのでそう忠先生確かにねそれは本当にそう,そうだよ二十歳になるんですやばくないですかなんかもう二十歳ってやばくないですかバレンタインデーなんですそうなんですバレンタインデーなんです え、感謝。ワインデビューああ、確かにあっさんさんありがとうございます。ここはうん、めちゃ綺麗です。本当に私も画像で見たんですけど、すごいわ。綺麗なとこだっていうびっくり。私本当にさ。なんかあのなんだろう。なんかあの一番最初らへんに私が。そう、アイドル辞めてから地元でやった。イベントうん。何あれは何のイベントだったっけ？あれは？ れではないかまあなんかそうイベントを何回かしたんですけれどもそこはなんか本当にあのー、なんかそうあの何、ー、て言えばいいんだからそういうなんかホテルとかじゃなくてライブ会場みたいなそう感じだったのでなんか予想外すぎてそうびっくりした <laughs> 私は <laughs> あ「あえそ,そこなんですね」みたいな「あそうそんな感じか」みたいな,そうなんかテンション感合わせないという<笑><笑>うんそう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 。 かなそううチケットにしたいなと思っているんですけれども多分本当にねそのな,なんだろうあの <laughs> ねあの自分社さん的にも多分そういうイベントをするのが初めてで私もなんか本当にその他の方と一緒に共同で作り上げていくのが初めてなのでちょっとね本当にあの進行が遅かったりとかすると するんですけれどもあのうん分かり次第いろいろと報告していきたいと思います。こんばんはこうとくさんチョコプレゼントしてくださいあそれなんかお母お父さんが言ってたんだよねなんかチョコとか作ってみんなにあげたらって言ってたけどいやちょっと私の食べてお腹ねあの <laughs> 痛っ <laughs> ってなる人とか <laughs> あの体調不良のねが出たらちょっと危ないからそれは多分やめた方がいいんじゃないかなって言ったけどそううんドラさんこんばんはどうだろうねわかんないさっきうんやったあちこい工事とかわ確かにいいこんばんこんばんはグッズ販売もグッズ販売もねちょっとねどうなんだろうなっていう今ギリギリのラインでございますどうやってなんかあのねその 事務所の方のその社長さんの知り合いでなんかそのイベント関係の方がいるらしくてそう誕生日当日に美容院予約したから言オッケーオッケー成人式並みに来たりしてどうなんだどうなんだそう本当にめっちゃ入りますごめんごめんねえ、まあ、70どうだろうねその時は全然あの場所とかもちゃんと言ってなかったしそう お,お水のもやばい喉が鳴るめちゃくちゃ <laughs> ね喉も本当に早くねなんか万全な状態にしたいんですけどなんか、ね、怖い怖い怖い <laughs> が強いですこんな怖いちいやいや裏浦芝裏確かに。 バースデー乾杯だけど。そうなんだ。そんなことあったんだ。こんばん、こんばんは。くじゅん、くじゅん。うん、いや、私もね、そんないい方じゃないよ。だから、あの、いいなっていう結果が出るまで引き続き。<laughs> やばいね。こんばんは。私も初めて、そう、初めてです。そ曜日べ、お疲れ様でした。そう、六カントリー。さんライブハウス、そう、そう、そう、そんな感じか。 それでも確かにそれでお願いできるんだったらお願いしたいかもしれない、うん、ありがとうねえめちゃくちゃ嬉しいよねなんかもう,もうまず会えることも嬉しいしなんかなんだろうねなんか何の気持ちなんだろうねなんかもう分かんないけどすごくなんかいろいろとこう不安はあるんだけど 楽しみとかなんかようやく会えるっていうなんかもうね本当に何なんだろうねうんどう気持ちを表すればいいのか分かんないけど楽しみです楽しみたいです皆さんと一緒にこんばんはこんばんはね確かにいいイベント焦らずねこんばんはこんばんは雪降ってあなんかお母さんがさ山口雪ちょっと降ったよみたいなえー、えー、みたいな東京えい、ー、ぐ寒かったけどね エグ寒かだけどうん。雪ぐらくるの黒を見,見たいけんぞそうそうなの。ねそうだから本当に生誕祭じゃな次とかはまあ多分生誕祭前には絶対次の生誕祭前には他にもねなんか普通にファンミーティングとかもう開きたいから2回3回開きたいからなんか。 それのね、あの目安となるものにもできたらいいなと思うから。ブーケトス <laughs>、え、私結婚式。<laughs> え、私結婚するの。私結婚するのかな。チョコレートケーキ、あ、チョコレートケーキ。チョコがクッキー。<laughs> いいのかな、で、つく、いや、別に、つく、うん、よ、み、え。神棚、やばすぎる、食べてください。 トッうんそうねうんいろいろ企画しきるうんその時間はきこっておなかに <laughs> 優しいイメージあるきいやーなんか分かんないじゃんなんか食中毒起こしましたとかねなったらちょっと申し訳なさすぎて。 美味っ、ねうんえー、知らんことありがとう味方うりに、うん、もこもこ雪の妖精参考で <laughs> やばい私「モコモココーデ」まではちょっと想像できるけど「妖精さんコーデ」っていうのがこう。 すぐにこれを見て連想されるのはすごい、ね。いいいいいいですね。素晴らしい感情性豊かな。健一さん、どうも、こんばんは、修理ご健康。おべさん、ありがとう、わあ、塾ありがとう。でも、こちらこそね、みんな本当に、みんなのおかげで。みんながいるおかげで、このイベントが開けるので。本当に。皆さんにありがとう。本当にね、感謝を伝える。 日にもしたいいいなっていううあ,、ね、ありがとうございます最近知り,合いの子供ん知り合いの子供のお遊戯会ビデオで泣きそうになったからいやそうなんだよね私もなんかさあの多少はまあ若干出るようになったから歌とかねミニライブあるからちょっと練習しよょってか歌でちょっとさなんか泣きそうになっちゃって何 <laughs> かちょっと泣かないように気をつけます私は。 ね、そうあでも衣装とかはねそうなんかまだどういう感じまあ,なんかたあの多少こういうのがあるけどいやいや東京雪降らんのし悲しくもないか,なんか雪はなんかまずいねなんか寒くないんだったらいいけど雪降ってたら寒いもんね <laughs> すごい当たり前のことを言う人。 うん確かに雨降ったら。免疫力、ねえ、ほんとだよ。しっかり食べて寝て、うん。ありがとう。みんなもね、みんなもんだよ、絶対。<laughs> 滋賀県雪ばくて仕事先にたどり着けませんでした。えぇ、ー、大変滋賀ってそんなに雪降るんだね。だからもうどこがどんぐらい降るかとか、あんまりわかんないけど。すごいね、なんかね、雪、本当にね、ちょっと、 場所が違うだけで違うもんね雪雪か雪でも何がいいやってあの前髪巻いとってもさすぐ取れちゃうとこが嫌 <laughs> いいでもね雪はね好きだよなんかこうやっぱあーって感動するじゃん雪とイルミネーションのさコラボねコラボ <laughs> 髪髪髪すぎない大丈夫 コラボレーションはすごいクラボ、コラボレーションはすごいです。めちゃくちゃ、なんか、なんだろうね。感無量って感じ <laughs>。季節の変わり目ごとにいいね。じゃあ次は、なんだバレンタイン終わったら、 春,春の春の春のイベント開きますかみんなで桜見花桜見 <laughs> 花見, <laughs> <桜>見, <laughs> 花,見 <laughs> 花見でじゃああれ歌いたいなそしたら桜みんなで食べた桜をみんなで食べましょう桁橋さんシェルキン塾ありがとうあん いつあげたっけも美味しいよあれ私好きですめちゃくちゃ何ていうんだっけでんてんてんでんでん,でん,でんなんとティダカンカンさんこんばんは金曜日大阪の機械室作工場に見学に行くってかいい事務員さんよかった <laughs> よよかった ここんばんんんばばはトムさんお初めましてそうそありがとううん気軽にコメントしてください <laughs> なかったことにしますやばすぎる <laughs> ファニーチョコで食中毒有名なねえやだやだやだアリサディーバーさんありがとう手り剣チョコ今へ申し込みできるなうんできるようにそれはもちろんしたいあ咳声喉のどに 朝だあれそんななんそのことなんシーだっけあれあ違う咳のど鼻にルルが効くだわこれうんうん送ってください一応かなんかね一応ね食べてはいるの喉飴これちっちゃいやつ喉 <laughs> 飴蜂蜜かりんたっぷりマヌカハニんかマヌカハニめっちゃいいって言うじゃんマヌカハニー なんか見つけたんで、あ、これは。のろにいいかもって思って。かま <laughs> ん,ん、かまん,ん。フェミニンか。ドレスコードありますか。そう、それドレスコードね、なんかね。でも、なんか。一応会場的にはなしって。特にないみたいな書いてあったけど。どうだろうね。なんか。まあ、確かに、そう、いや、まあ、でも、どうだ。 多分さこう、生誕祭の T シャツとかさ前のね時に作ったやつとか着てくる方もいるだろうしなんか自分で作ってくださったやつをちょっと着る人もいるだろうからどうしようかなそこはそこは自由でいいんじゃないかなっては思ってるんですけれどもなんかねもしなんか次イベントするちゃんとね決まったらなんかあのなんだろうねそういう。 皆さんこういうのを着て揃えてきてくださいみたいな <laughs> っていうの面白そうだけどね運動会みたいなチマき持参ですみたいな <laughs> SID はさあありがとう相手もありがとうめ,めっちゃ前の読んでるあそんなことない4分前か四がさんありがとう流れ,し流,れし流れ星流れ星10個こんばんこんばんはイエス・さん姿さ ねわかるい線グぐらぐら電車型うんそれはやだ肩冷えます1センチでもその東京大パニックだからのね東京そっか降らないよねなんかえっ去年降ってないっけ出たっけ昨年博多は真,真横に雪降ったあこういうことそ風強かったってことえー、それ一番ね寒いやつだね 風も冷たいしもう雪も当たって冷たみたいな。ボイドさんこんばんは。今年の雪はシカと鳥取がやばい。いやああなんてこと配信無理だ。あなるでよかった。十七期生だった小学生が欲しい。うん。十七期すごいね。十七期そうです。十あ十七期ね。二十七期すごいね。のみんな覚えてんの。<laughs> そのアクターズスクール広島っていう歌とダンスのスクールがあるんですけどそこのスクールで私27期生なんですよ <laughs> そうそ多分その27期生だよね多分雪積もるとライトが反射してイルミネーションうんいいよねいいよね本当に綺麗だよねでも反射してイルミネーション綺麗なぐらいの雪積もってる時ところまあ北海道行ったか でもそれ以外であんまりそんな積もってるところ行ってないかもいや雪がきれいと笑うのは君がいい,い,いですかどうですか <laughs> ひな祭りあいいな可愛い,いありがとう桜く <laughs> ひな祭り確かに女の子の日ですからね花蜜はいいな 秋マリ春,春マリーナ夏マリーナ秋マリーナ冬マリーナ <laughs> 早口言葉風いいねその早口言葉花よりマリなナ <laughs> いいなそれいいねあのタイトルにしようかな花よりマリなナ毎週イベントやれば <laughs> じゃあもうみんな東京済みですねあ桜見あ間違ってない僕の桜でマリーナ16コールということで わ島先生最高ありがとう最高さささ,さ最高ありがとうございます花より団子よりマリ <laughs> ややこいなぁそれはコフヒミーフさんありがとうございますココア10コそのまじるた心あー確かにココちゃんココちゃんココちゃんの生誕祭確かにないいな,いいな

いねえほんとにねあー緑茶緑茶いいよねんんがガンちゃんさんよしよしーさんありがとうフォローしましたありがとう今晩服着なきゃいけないのかえっとど,どこの世界線の方だろうか服 <laughs> は着てください赤がドレスコード的な、あいいね いいな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 ,いいな夏ねうん雪雲アラートえ雪雲アラートって何階段差しるきありがとねなんか欲しいあー確かにそれ以下かもいいねなんか <laughs> やば廣瀬さん飛ばして「すぬたんさんここからお帰りりがとう」 雪ね雪すごいよね本当にすごい時すごいよね東京東京握手会どんな握手会だろうフェルナンドさん紙15個ありがとう紙ってるねディズニーの新作ウィッシュウィッシュって何ウィッシュウィッシュアシュの特待生 特大生になるのかなわかんないなあれは特待生になるのかな多分いかんえん、ー、別にタレントじゃない <laughs> 私タレントじゃない元タレントじゃない元アイドルじゃない <laughs> こんばんはこんばんはわー何これおしいしかとかたわん雪祭りは雪祭り上からまり ドレスが高いじゃんね、わかる。こんばん、こんばんは。レイアピさん。うん雲雲雲雲。雲。雲海。雲雪き、雲。雲に。雲海、雲海。じゃんうーん。雲湯。なんだ。ね、一ヶ月切ってる、やばくない、びっくり。 グッドアスさん、チリケンリュックありがとう。v ップ席ダーミーいないかな。どうだろうな。最近お洋服白料率高め。おお、確かにね、なんか言われてみれば白多いかも。なんか一時期めちゃ黒着てたしなんか <laughs>。あれだね、うん、本当に季節、季節というか、なんか。変わりますね。でだろうん。白、白が好きになってきたのかな。黒もまだ全然好きだけど。 色物が全然ないんだよね。ちょっとね色物増やしていきたいね。海外で買えない。いえー、あそうなんだ。あ留学さんはそうあっちでも買えるの？うん、結婚式風にだん団地のマリーナにビールつぎでもいいですか？<laughs> 面白い結婚式みたいには結婚式私結婚するのかななんかわからん <laughs> くうかちゃん生誕祭のうんあそうなんだくうかちゃんくうかちゃん全然会えてないのなんかねなんかちょっと前までは結構会ってはいたんだけどなんかねアイドルねやってるから忙しそうだもんね いてよく使ういやあんまり <laughs> いやあんまり使わんでもさっき言っとったよねキビって言ってたよねああまあ使うのかなじゃカントリーマームのチョコまみれうめいよあなんかそれお母さんも言ってたチョコまみれうまいうまいよ <laughs> 美味しいよって言ってたでもあんまり食べたことない12個ぐらいしか食べた,食べたことないとかありがとう 遅いね <laughs> やばすぎるゆきぽむさんありがとうよだるまじ0あ平次さんかし,しか,かたあ謝罪のやつだ <laughs> ありがとうあしあしね発表会あすごいよねあしの発表会って本当にレベルが高いんですよめちゃくちゃ私 B クラスあれ私何,何クラスで終わったのたか多分 B クラスで終わったのか A クラスから入って で一回休学休学してえっ、ー、とまた帰って B クラスになってみたいなまあなんかねそのね A クラス B クラスそのスクールねまあそう分けられてるんですけど A, A クラス B クラス C クラス D クラス F クラスみたいな感じだったかなであとなんかボーイみたいな男の子が男の子も習えるあの通えるんですよそこそんな感じで したねいやでも言ってね多分その公開オーディションの時があの賞賛上がりたてぐらいだったからそんな多分その何かしらの技術でこうなんかうん選ばれたわけではないのかな分かんないやかたで「うんいいね」「やかたオフ会」いや「めっちゃいいじゃん」 <laughs> こんばんは新年にうんあ読んだよありがとう手紙最大にメタルさんこんばんはうん運いかい2月はマリーナさんと嫁と、うん、妻と娘と犬様の誕生日が重ねてっうわすごいいいですないいですな お妻さんもう二十二十歳までやり残したことはないないなえー、ないよな10代にしかできないことって逆になんだんあんま考えてなかったけどなんかもう別にそのまんまいけばいいかなって二十歳にって思ってたけどなんかある10代にしかできないやっちゃダメだよーっていうやつ何だうだろう <laughs> てるの人だ ね赤とかわかるなんかそういうなんかね出る感じのなんか衣装とかそういう方とか着物とか赤いいんだけど私服には取り込めないんですよね取り込めないんですよね白が好きな心も綺麗そうなのかピンクもいいよね白色のどう流行ってるのかうん し始めギフトええー、ありがとうえー、そうなんだ流角さん馬さんほろあ,ありがとう馬ちゃんさん声かけられず独身じゃ独身どうかな独身か子供欲しいけどなこんばんは緑馬さんあそう昨日ねミカに会ったんだったこの話もし,しようと思ってたの岩瀬た おまみれ。ヤビ。カ <laughs> イドンさん誰もありがとう。スマーさんもありがとうね。五十個。五十個六十個,個お何個くれたんやろ。ブルガリのチョコ買った一粒千七百高い高いね一粒でしょ。 大義使うでしょ、大義、あ、私大義あんま使わないんですよね。ダンスとかだって、全然やったことなかったもん。そのオーディションの時、ダンスも歌も全然やったことなくて。うん、もちろん演技もやったことなくて。<laughs> バブマ、バブミマリーナ、そうです。こんばんは。ぱちゃ、ぽちゃぽちゃくんさん。ミスドとこで、バーン、アリオネそれ食べたいな。 片船道頓り行ったことあるかなあるだろうけどなんかあんまりそのえっんか記憶にないかもこま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 海外旅行行きいたい確かに確かにね二十歳になったらできること多い,多いよねおじいさんこんばんは押しおし染め押しずめひまりさんこんばんはうんマリーナはじまう <laughs> ね 今年ののそうなんか <laughs> 成人祝いあ成人祝い成人祝いか成人祝い成人祝いか <laughs> そうね本当久しぶりに会えてよかったです <laughs> 楽しかったう、ね、やっぱね久しぶりでも変わらず面白かったです三香はハちゃんマンさんこんばんは めされた賞味期限が2月の6日ええああもう2月4日そうならいいじゃんならいいじゃんまだこんばんはおいとりさん幼稚園とかよお洋気会でちゃんと踊ったりできるタイプだったえ覚えてない覚えてないけど多分やってたんじゃないははっはっははってスタジ<ッ笑>オうわっ 特技でねあー剣道やってたんですよその時 <laughs> 当時当時剣道やってたから素振りした特技つぬちゃんさんかわいいありがとう東京湾でエアカクルーズあ,ーあるかもねあるだろうね絶対頑張れ頑張ん,んえー、そうなんだあのみそかゲストでありんこも行ったの仲いいと思うで穴がでもだそう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  なんか味方 <laughs> バレンタインまでああそういうことね確かに確かにそうじゃん台湾とかああ台湾台湾いいねなんかもう行きたいところがありすぎて困りますなこれはバレンタインかえぐみさんかわいいありがとう 私が出たライブ、大水か。え。ちょっと待って。え、アイドルの時でしょえ。ちょっと待って。韓国行くほど留学。くわ、いいね。韓国近いもんね。台湾、ま、前食べてたあから揚し、あの、キーカラーゲーム。あ。あ。浅草で食べたやつか。か さんありがとう手裏剣10個水着で合わせ入るえーそ,うそ,うえー、そうなの昨沖縄よりはそうかえそうなの入国できるか不安だわなんか <laughs> 入国とあと何あのあのー、韓国なんだンだっけ 日本円から本ンに変えるところとかなんかうんむずそう <laughs> あっちドイブハウスえんえっ多分会場見たら思い出すと思うあれどういうか 台湾カステラあうわマイナス8度やばいねいエばコンさんありがとうございます7個お入国できない人ほとんどいないって本当に、ね、ああいうって手に書いていいのくってえー、っとみたい <laughs> えっとって見ていいの 英語だよね。そんな。パスポート、あ、作れました。あります。南米行きそう、なんで。急に。大輔さん、ありがとう。小判十個。あ、今ね、あれ出してるの。最低室、ちょっと待ってて。<laughs> つまんな。 ん<ー>ちょっと40分まとめたらちょっと止めるえー、そうなの見ててあいいんだうん今のはスマホえちょっとスマホ使っていいんその時って台湾の方が暖かくていいんだ音声入力で話せるうん、えー、多分一回やればできる本当 いやでも行きたいなっていうのはちゃんと思ってはいます <laughs> ちゃんと思ってはいます <laughs> うん2うかなスマホとかでやったいやスマホダメじゃなかったっけか手は OK って書いてあった気がしなくもない怖がらずにやってみたら大丈夫確かにねそうねやっぱね怖がってちゃ何も始まりません 最初は絶対旅行に慣れた人と「いやそれはそうだね沖縄行ってから台湾行くのもいいよえー、何そのコース楽しそう <laughs> でもあれかも私なんかあの一気にいろいろ行くのあれだから大変だからやしさんこんばんは通訳として連れてってえすごい通訳通訳いるの心強いわ」 旅行目的宿泊先滞在期間うーんそうん、ね、それをじゃあ覚えとけば行けるってことかベトナムうーんえなんでそんなえすごいどこで仕入れたのその情報は <laughs> どこで仕入れたのああと50あと十10分か じゃあちょっとまた生誕祭のこと言ってからランキング読んで終わりたいと思いますえスマートさんあ,あなた束ありがとうサイトシーイング観光でしょう <laughs> 観光だワンウィークワンウィークえ一1週間サイトシーイングテンプレだから分かった 頑張ってくださいありがとうジャケスお今まで見とってくれとったんありがとうはいじゃあということで斉藤慎慎部屋おもろそれで覚えようじゃああ写真も撮れたよパスポートうん <laughs> じゃあちょっと告知をしますデデデデデデーン <laughs> 勇者ヨシヒコヨシヒコみたい はい、えー、星野真里奈の生誕祭ファンミーティング2024が、えー、開催されます、えー、日程はですね2024年の、えー、2月17日土曜日、えー、11時から14時の間となっております、えー、MC にですねなんとタイガーさんというねあの芸人さんが、あのー、来てくださりますありがとうございます、えー、場所はですねオーシャンオーシャンリッシュクオンというところになります 詳しい場所についてはですねこちらですはい、えー、レストランの行き方はですねゆりかもめ線芝、えー、浦ふ頭駅東口を出て、えー、首,都高首都高線沿いに北へ直進そして約 500m 先、えー、右手側にえー、とあるパークんバーク芝浦14階 になっております。で JR からは多摩地駅東口より徒歩十五分です。ええー、シャトルバスもありますので、いろんなね行き方がございますが、自分に合った行き方を見つけて来てください。よろしくお願いします。はい、そして、そしてですね次に料金についてございます。 料金はこちらです、えー、ビ,フビ,フビュッフェビュッフェ料金プラス飲み放題プラスツーショットチェキ1枚、えー、ついてですねチケットが 1, 枚1万円となっております、えー、本当にねあのここのオーシャンディッシュコーンさんはですね、あのー、景色ももちろんすごく綺麗であで海が見れるんですよゆりかもめって結構その線が通ってるとこって海沿いなんですけどめちゃくちゃもう綺麗な 景色が一望できたりとかもちろんお料理も美味しいですし飲み放題なのでぜひ皆さんもいいやそのそうね <laughs> お酒もあるんですけれどもあの自分の飲める範囲ではい飲んで食べてで私のねあのー、ミニライブとかあと特典会ももちろんその後にありますのでそちらの方も楽しんでくださると嬉しいなと思います。 で、えっと、星野マリのね生誕祭とかファンミーティングが初めてのことになるのであの本当に手探りでちょっと進めていったりとかしてるんですけれどもあの最終的にいい私のね二十歳を祝えるあのイベントになったらいいなと思ってますので皆さんぜひ来てください。よろししくくお願いいいたまますす <laughs> 来ててださい皆さ皆ん本当に待ってます うん。マリコ長崎あ長崎県民さんチリケン十個ありがとう。楽しみにうんありがとう宣伝中神やもう神神神神ちょっとねいあの次次にはもっと上手くなってたるように頑張ります。でも楽しみね、うん、ありがとう。生誕最くためのわいいね気合入ってますね。 よよきよきですなありがとう本当になんかねなんか生誕祭生誕祭を開けるっていうことのありがたさもう実感しております私は。であのねやっぱそのね何だろうね二十歳っていう二十歳になるっていう,こう実感がないけどそこでなんかもしかしたらね湧くかもしれないし。 形という年を素晴らしいものにしたいですね <laughs>、うん。あそう,そう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 チケットとかの URL だったりとかはまた後々、えー、X、まあ、インスタそう、ね、で、あのー、載せますのでこちらのインスタとそして X のフォローの方もよろしくお願いいたします。 そんな感じですかねはい <laughs> はいそれではですねもうそろそろ時間なのでランキングを読んで終わりたいと思いますそれでは16位から発表します16位大輔さんありがとうございますパチ,パチ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 。そして15位フェルナンドさんありがとうございますいエーイありがとうございますそして14位松田さんありがとうございますイエーイ そして13位スマートさんありがとうございます。パチパチパチそして12位ユーナさんありがとうございます。そしてそして11位ノワールさんありがとうございます。そして10位トップティーのおしょうさんありがとうございます。そして9位 D3 さんありがとうございます。 ありがとうございます。そして8位すむたんさんありがとうございます。イエイありがとうございます。そして7位あっさんさんありがとうございます。そして6位グッドあさんありがとうございます。いや、ありがとう。そして5位コヒーミフさんありがとうございます。ありがとうございます。<を聞く> で、4位平嗣さんありがとうございます。パチ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 ありがとうございます。そしてここから壇上です。第3位つねちゃんさんありがとうございます。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。そして第2位モーベさんありがとうございます。ありがとうございます。そして、今日のハイエル第1位はティリティ,ッディリ。 島先生です。ありがとうございます。おちおちおち。ありがとうございます。はいということでですね。ありがとうございます。あの実はね、ちょっとね、あの今日の二十一時からね、少しあの違ったこの生誕祭ファンミーティングとは違ったあのお知らせが、あの解解禁されますので、そちらの方あのぜひチェックしてください。エックスエックスにてお知らせしますので、お知らせします。そうなんかあるので。 ぜひあの確認してください、はい、ツイートもしたので見てください。はい。ってな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。え皆さん今日もね来てくださってありがとうございました。えー、次の配信はね、水曜日かな、うん、うん。また次の配信でお会いしましょう。では皆さんありがとうございました。バイバイ。<laughs> See you じゃんけんぽい今日はチョキでした皆さんありがとうねまたねバイバーイおやすみなさい